同僚堂後へ続く山道肝試しとは怖い場所へ行かせてその人の恐怖に耐える力を試すことである。もっぱら夏の夜に行われ霊的な恐怖に耐える日本の伝統的なゲームの一種。死短会とも言う。日本の習俗の一つで遊びとしての度胸試しの一種。人間が潜在的恐怖心を抱くような場所、すなわち夜の森など、 心情的恐怖の対象となり得る場所を巡ることによって、持てる勇気のほどを確かめながら、そこで起こる事象を楽しむ行事である。日本文化において心霊にまつわる怪奇現象の多くは夏の風物詩であるが、霊への恐怖心と関連づけられる肝試しもまた、この季節に行われることが多い。現代社会では多くが、学校のクラブやスポーツ少年団などが、 集団行動する際の一行事として、合宿の時などに、野外で催される。平安時代末期に書かれたという、大鏡には、時の帝が、夏の午前3時に、藤原金家の三人の息子たちに、鬼が出ると言われていた屋敷に行かせ、藤原の道長だけがやり遂げて、証拠として、刀で柱を削いで持って帰ったという記述があり、 肝試しの発想が当時からあったことが伺える。肝試しを行う場所は、墓地、森林、廃墟といった閑散とした不気味な場所が選ばれる。現代において、学校やスポーツクラブの合宿で肝試しを行う場合、安全ではあるが、恐怖感を煽る墓地や山林などが選定されるのが、普通である。通常、肝試しは、たりが暗くなる夜間に限って行われる。 闇そのものが人間に恐怖心を抱かせる。あるいは潜在的恐怖の源であるがゆえんである。何ら細工をすることのない場合もあれば、参加者の一部が脅かし役に回り、あらかじめのコース設定や脅かす道具の準備といった事前の仕込みを施す場合もある。肝試しを始める前に、その場所にちなんだ階段をする場合もある。 参加者は一人もしくは二から四人程度のグループを作り、順番に決められたコースを巡る。脅かし役は白い布をかぶったり人形などを使って、お化けや妖怪、骸骨などに仮装し、やってきた参加者を驚かせる。他にも、音響機器で不気味な音楽や、悲鳴の効果音を流したり、竿の先にぶら下げたこんにゃくで参加者を撫でるなど、様々に工夫を凝らす。 きちんとゴールまでたどり着いたことを確かめるために、折り返し地点に何らかの小道具を置いておき、たどり着いた参加者が一つずつ持ってくるようにする。肝試しは適切な配慮や手加減が不足すると、犯罪になってしまう遊びである。肝試しの目的で無断で他人の廃墟に立ち入る、行為は、刑法130条で、建造物侵入と定められている。 誤って廃墟に迷い込んだ場合は成立しないが、管理者などより退去を命じられて従わなければ、不退去罪が成立する。どちらも、有罪となった場合は3年以下の懲役、または、罰金10万円以下の罰則が定められている。未遂の場合は、刑法133条で、建造物侵入未遂罪と定められている。落書きや、破壊行為は、 刑法261条で、器物損壊に定められる。有罪の場合は3年以下の懲役、または30万円以下の罰則が定められている。参加者が恐怖のため行くことを拒んでいるのに無理強いし、過ぎると、刑法222条、223条によって、脅迫罪、強要罪が成立する。また無理事の結果、相手が心的障害を負った場合は、 障害罪が成立する場合もある。以上のことから、参加者の合意があった場合でも、主催者は参加者に対し、ある程度の安全に配慮することが求められている。大二林第二版肝試し、大鏡肝試しの段。ありがとうございます。